はい、今日は北海道の苫前町、はい、中心部走行動画をこれから撮影します。ひまわりだ。違うか、ひまわりじゃない。ひまわりですか。ひまわりじゃない。はい、はい、この辺が旧国鉄苫前駅があったと思われる場所です。はい、公園になっております。左、右です。左右です。はい、吉野ヶ里遺跡みたいなのが、はい、あ、開拓時代のなんか再現したね。あ、そういや、なんか三毛別のあの開拓民の復元住宅って苫前町にあるって。さっきの、いや、あれはあれじゃないかもしれない。なんかまっすぐ資料館みたいなのがあるらしいですよ、当時の、はい、当時の開拓民の生活を再現したみたいな。まっすぐ行ってください。さあ、メインストリートに猫が横切ってる。え、猫じゃないね、これ。え、猫細くない？猫かこれやろ。右、ここもうメインやろ。はい。お、ほんとだ、郵便局があって、セイコマもある。はい、道なりに右に行ってください。はい、苫前港に行きますか。はい、じゃあまっすぐ行ってください。いや、あれ、途中でもう終わった。いや、お、すごい建物が、なんか豪華な建物が。ちょっと待ってください。ゆっくり、ゆっくりじゃないや。もうちょっと行ったら左に曲がります。曲がれる？はい。ここ？まだまだまだ、ここじゃないです。もう一つ先です。港の方に行く道が。道って書いてあった。お、巨大な。次左。ラスボスやね、この風車。これの、もうちょっと先に左に行ける道があるはずです。ここ左、ここ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 、ホワイトビーチ。どうですか。お、苫前ホワイトビーチ。夕日が綺麗なよね、ここは。キャンプ場になってる。キャンプ場ですな。お、港？はい。ちゃんと整備されてるよ、この辺。綺麗。うわ、でも上は屏風たるむき出しの丘になっています。次右。右、はい、港の方におば、次右、ここ、ここ、なんか伝統がすごいね。キャモメっぽくなって、はい、突き当たりを右に曲がってください。ここもでも何にもないですな。漁師町やね。はい、ここらで折り返してください。結局何も情けです。あの上の建物がほら、あれは何だ。道の駅じゃない。いや、違う。すごい建物よ。はい、屋根もすごい、デザインがかっこいいし、レストランがある。はい、これさっきの道から入れたんじゃないですか。この施設ってなんか手前から入れた、手前に道があって、レストランがあって、道の駅休館温泉。え、あ、そうですか。多分なんか道の駅みたいなやつですね。じゃあ温泉があって、いろいろあるよね。はい、この辺から行ける。いや、ここで左に曲がってください。どうやろ、右に行くともうちょっと市に戻れなくなるんで。はい、
はい、もう中心街に戻ってきますけど、あ、ここ次左、ここ左、ここでこけたね、これこの建物はすごい。ん？工事中？工事中なんですか。まだ作ってるとこだ。あ、はい、じゃあ次を右に曲がってくる、ここ右、改修工事って書いてある。え、あ、そうですか。大規模。ああ、結構今そういうのやってますよ、こういう田舎の施設の大規模改修 PFI で、はい、ぐるっと回ってください。やってましたぞ、この前なんか。はい、道の駅もあるね、やっぱ。はい、眺めいいじゃないですか、ここは、うん、海が見える。はい、ここ左です。はい、そしてメインストリートに戻りますぞ。止まれよ、右に曲がってください。はい、さあメインストリート、梅野さん、苫前町出向。出向って何？出張じゃなくて出向。転勤やろ。苫前町の販売店出向。大した影響ないよ。はい、またそういう冷めた言い方をしてさあ、こさあ、だってメーカーの人が言ったってそんなに構わないんじゃない。岩下さんは買いましたぞ。またさあ、しばらくメインストリート、あ、メインストリートをまっすぐ行って終わったところで終わりにしますか。はい、おお、セイコーマートがあって郵便局がある。役場がもうしばらく行くと役場があります。本当？はい、あ、ここもほらチューリップみたいな、はい、チューリップじゃないと思うけど、はい、ライトが、はい、おしゃれですね、うん、あ、ビアシリみたいに高台と低いところとは完全に分断されております。そんなに差はないけどね。はい、そうですね。小走りのところはもっと高いやろ。ダーブ。郵便局があって、セイコーマートが必ずある。あれが役場ですね。立派な役場が。本当だ。あ、熊が。な。ほら、なんですね、あ、ほらほら、本当だ、熊で売ろうとしてる。でかベアタウン苫前。はい、そろそろ終わりにしたいと思います。